今日マムートに挑戦かも。すごくスタイリッシュな感じ。水野もゴアテックスの時代になってる。これめっちゃいいんちゃうかな。ゴアテックス博士の嫁やのゴア知らんのかよ。登山のお店ならではだね。はい、本日はですね、和歌山県の紅実山荘に来させていただきました。キミー寺っていうところの店舗さんなんですけどもね、撮影させていただきたいなと思いますので行きたいなと思います。行きましょう。紅実山荘さんに行かせていただくということで、よろしくお願いします。これやったこれ。これね、うん、アルコールにうるさい、よく一応ね、念のためね。他ね、わりかし小銭までしてるらしい。うーんって言ってはったけど、アウトドア系、マムートとかね、マーモットとかね、珍しいのがありますけど。へー、あれちょっとマウンテンバーさんのマイク変わってない？なんか分厚くなった？変わってるよね、やっぱり、うん、首元厚くない？ですよね。あ、レディースだ、これ。ふーん、レディースも前はこれやったもんね。ちょっと見させてやるか。うん、なんかちょっと靴いっぱいある。ほんとだね。ゴアテックスでさ、1万8000円だよ。わからん、靴のゴアテックスがそれが安いのか高いのか。安いよ。安いな、うん、登山系やからかな。ちょっと知らんけど、シリオっていうブランドなんだ。ここもですわ、ゴアテックス1万8000円。ふーん、コスパめっちゃいいやん。今日マムートに挑戦かもしれない。マムート、俺ジムでさ、よくさ話させてもらう視聴者さんがさ、うん、あの登山しはんのよ。うーん、あの良識のある大人の人な。あの前出たサウナで、そうサウナでずっと1年ぐらい見かけてるのに声かけへんくて、うん、たまたま2人きりになった時に、うん、登山したんですよねって言ってくれてずっと知ってたんですけど、周り迷惑かなと思って声かけませんでした。ちょっと待って、ゴアのパンツもあるよ。迷惑じゃないのにね。うん、ゴアのパンツ、うん、たくさんあるね。そしてここがほら、マーモット。マーモット、このゾウさんのやつ。マンモスじゃなくて？マンモスじゃないんだよ。あ、マンモスって、マンモスって書いてないでしょ。これよく見るね。これ定番モデルなんかもしれない。その模様はよく見るかも。ちょっと一回着てみようか。はい、キャンプのブランド。うん、登山。ふーん、お、せっかく。あ、へー、俺らさ、うん、同世代から分かるかもしれんけどさ、うん、もはやもう水野もゴアテックスの時代になってて。ふーん、水野って言ったら野球、グローブとかスパイクとか。これ結構形でいいかもしれんな。かっこいいね。細くなってね、腕が。ふーん、結構スタイリッシュな感じでしょ。どう？うん、足を決めるには。これセットアップでっていうことですね。5万1700円で。ふーん、結構いいのするんだね。でもセットアップですもんね。それまあゴアテックスだもんね。この辺はいつも通りのクライムライトやね。クライムライトも変わったよ。黄色のやつ持ってるやん。うんうん、これ、ね、あ、へぇ、ワンカラー。刺繍からプリントに変わったりとかして。あ、じゃあ気づかんわ。わかんないやろ。うん、刺繍じゃなくなっちゃったんだ。そう、めんどくさくなっちゃったんかな。それ買うの？これね、上だけでいいかな。じゃあパンやん。水野もこれパンツ付きです。これ水野はさ、パンツ付きで39,000。安っ。4万円。ゴアテックスが、うん、だってこれで上下のゴアテックスと、うん、クライムライト値段一緒やろ。性能だけでよかったら全然いいじゃん。性能は一緒、全く一緒、怖いから、うん、これ女子系やね。これノースですね。ノース、初めて見るな。ね、サミット、肩に何か書いてあるよ。そうや、サミットシリーズ正しく買ってね。へえ。これもサミット系なのかな。なんかこれやっぱ中間着やからハーフジップなんやな。うーん、ハーフジップね。そう、ハーフジップな、いいんやけどな。これだけ無事だよな。うん、あんまりスタイリッシュじゃないか。ヌプシシャツね。へえ、そんなんあるんだ。これ俺前持ってたよ。茶色のやつ、薄いブルーのやつ、ヌプシシャツ。うーん、これ飲み会大臣に出てるんでした。うーん、あー、はい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 、あったね。あ、これマウンテンバースだね。これも一緒やね。うん、俺を持って、俺のと思ったよ。うん、あのめっちゃひっついてくるやつね。これはライトヒートジャケット。こんなん知らんな。ニューアライブやって、首にノースレス書いてる。へぇ、前さ、サンダルジャケットめっちゃ良かったよ。うん、良かった。あれちょっと変わったんよ、仕様とか。そうなんだ。だから最近サンダーじゃなくて、うん、アトムがいいってずっと言ってたんけど、あのアークテリクスだね。うん、AR とか。そう、でもアトムも今なんかめっちゃ高いらしい。へぇ、7万とかするやつ。高っ。そうや、それ4万ぐらい。これ2万8千。めちゃくちゃ安く感じちゃうね。怖っ。そうや、
値段の魔法って言って一番最初に高いのがいるっていう。それさ、ダウンなのにさ、このプライムライトより安いんだね。ダウンって言ってもめっちゃいっぱい入ってないよ。入ってないけど、でもさ、インナー着としていいわけじゃん。確かに、室内着としてはいいやろね、うん、なんかサンダージャケットに変わるジャケットなのかな、うん、多分新しいと思う。へぇ、いいじゃん。これ、うん、ちょっと L ちっちゃいかな。今 L だったの？今の L。 ごめん、ちゃんと見てなかった。おぉ、見てくるよ。あ、もしよくよくワルトルのオーダーしてるみたいです。へぇ、だってもう9月1日から薬受付開始って書いてるから。ほんとだ。今年の色、あのケルプタンとか復活するやん、うん、ご予約はこちらから URL 今読み込めるのかな、これ動画見ながら。ヌプシもある。ヌプシこれすごいでしょ。すごいね。もう一個すごいのもあるのよ。うーん、これの XL あったら XL がいいな。あ、黒は XL あるわ。ちょっと一回黒着てみようか。うん、あ、ちょっとでかいな。 L？ これ XL。 XL？ どう？別にそんなめっちゃでかい感じはしないけど。閉めたらな、やっぱ L がちっちゃかったから。じゃあ XL じゃん。黒は似合ってないから。なんかね、ちょっともう一回 L 見てな。この色がしっくりきてる。うん、それかっこいい。ただ丈短め。うん、丈短い。腕ちょうどいいんだけどね。なんか着てる時に、うん、そんなきついかって言われたら、うん、ちょうどいいような気もするんだけど、なんか丈が短いような気がするんだよな、ずっと。なんかさ、カメラってスタイル悪くなる？ほんま 1.5 倍ぐらいスタイルいいんやけどな。じゃあごめん、そういうわけじゃないんだけど、なんかチンチンがいい。動画越しだとこの、まあ、逆にいいやん。それで動画ではしょぼく見せといて、うん、実際あったら、うん、スタイルいいですねってなる。ならんかもしれん。ならんか、うん、でもありがたいことにオーラありますねってなんか言ってくれたりするけども。それはもうみんな弟とかはオーラなのかなって言ってるし。ないよ、幼馴染もどうやらオーラあるかは分からへんって。よくみんな言ってくれるだけだよ。まあそれはいいけど、どう竹。それでいいんじゃないもん。出るか、うん、出るやね。次見ていきましょう。はい、まあ、こんなんもあるわ。ほら、中綿なんかなと思ったら中じゃなくて、こうボア付きのこうフリースっぽい感じに なってるけど、外はシェル。だから登山とかやったら普通こういうの2枚着やなかね。フリース着てからシェル着やなかったけど、うん、それをする必要がない。もうひっついてるから。うーん、めちゃくちゃいいやん。それがですよ、お嬢さん、うん、なんとお値段がね3万です。すごい。2着買ったと思っていただけたら。あ、ゴアテックス？違います。ゴアでこれ裏地もこれやったら価格破壊してるよ、うん、でも欲しいじゃん。それ最強じゃん。作りなよ。これ登山のブランドだよな。なんか学校の先生来てそう。ふわふわのフリースが出てきたの。うわ、ふわふわですね。フォーレストなんとかっていう、これもアウトドアのブランドなんやろね。こういう登山系のブランドやったら、うん、めっちゃクオリティ高くて、しかも価格が抑えられたりとかしてるっていうこともあるんじゃん。あ、すごいふわふわやな。あ、ほんとだね。形も綺麗な。うん、こんなんあんねや。なんか2万5千円。1万円か。9500円。やば。まあちょっとブランドはもう登山してる人は知ってると思うかもしれないけど、うん、俺は知らんかったけど。フォレストかな。あれやね、ノースフェイスのさ、ちょっと前こんな感じのやつあったやん、うん、マウンテンバーサーロフトみたいな。あー、めっちゃ細いやつ。そうそうそう、はいはい、似てる。でこっちがマウンテンバーサーマイクロにそっくり。あ、似てない。似てるかも。このフォレスト系さっきのやつ、うんうん、こっち マウンテンバーサーマイクロの薄い方。うーん、こっちの方が値段高い。あ、へぇー。13,200円。マーモットか。お父さんのやつ。あれ、マーモットって調べたら哺乳類が出てくるよ。アウトドアブランドってやったらマーモット違うよ。マムートやろ。マムート、マムート。これ多分な、コスパめっちゃいいんちゃうかな。その代わりまあポーラテックとかではないけど、うん、このフリースかなりコスパ1万円かで、これで。私はもうあの大好きなフリースがあるから。僕のやつ、うん、あれがもう最強だと思ってるから。まあそれはポーラテックやからな、うん、それ原価とかこだわらんと行くんやったらそうやけど、うん、9900円にしてはすごいっていうか、うん、じゃあ買ってみたら。キーひんねんけど。そうだね。だけどもし仮にフリース安くていいのを探してはるかとかいいかもしれないですね、うん、マムードだらけじゃん。うまいね、ここ。もうマムードはなんか買っとけってことなんだろうな。そうだね、なんかはね、うん、ぬいぐるみもあるよ。そうね、それいいじゃん。これもふかふかだ。わ、それはもう見る側にふかふかじゃん。これはテンション上がるな。あ、気持ちいい。ふかふかだ。それめっちゃ気持ちいい。すごいね。絨毯みたい。9900円。安っ。え、このシリーズ安いな。これとかも多分お買い得ないじゃん。安っ。それめっちゃ気持ちよさそう。ネイビーか。ネイビーか。なんか
リュックと同じような色だから卓上探せって感じどう着心地。着心地はね、俺さっきの方がいいかもしれない。これ質問とかなんだ。あともう好みだろう。こういうちょっとモコモコしたのが好きな人か、こういうつるんとしたこう綺麗めな感じが好きかみたいな感じだけど、うんうん、どっちも9900円から安っ。ちょっとドヤ顔しちゃったけどこの登山のお店ならではだね。ならでは、ね、普通なかなか見合わないよ、ね、掘り出し物じゃないけどさ。黒は見慣れてますわ。うん、まあでも着ることはないな。俺は着ることないけど、うん、動画としては全然ありばありだから。なんか肩についてるね。何が起きるかな、こっち。あ、雷だ。雷が落ちてあんのか、これは。ちょっと違った。違う、ロゴがまあ今後、フリース迷ってる人はいいですよ、ぐらいでいいか。それいいじゃん。これいいな。かっこいい。テールとかでな。かっこいいじゃん。半ズボンに、うん、あ、いいね。もう半ズボンに長袖はもうかっこいい。これも普通に自分のあれで買うわ、うん、プライベート用として。はい。どこやったかな、なんかさ、うん、日本一周回ってる時もマムートの専門店があってさ、へえ。結局寄らんかってんけど、うん、あ、直営店あるわとは思った記憶あるわ。へえ。あとこのブランドもいいね、ここ。それさっきさ、私がさ、学校の先生服着てみたいに出てたやつよね。いっぱいだね、リュック。あ、そうか、ここ登山のお店か。こういうのしっかり噛んで。あ、すごい、雪山、うん、この間ジムでさ、うん、中国あの学生時何してたんガツって言われて、うん、いい体してんなって言われたら、うん、初めての喋ったことない人、うん、いや野球やってましたって言って、うん、甲子園出たんかって言われて、いや中学までですここはって言われて、ここは帰宅部してました。遊び放けてたもんね。話しようって言われたからあのフロアのところで、そうフルチンで、うん、僕も話しようって言われたくない。僕も話しようって60ぐらいにして言われて、その違うおじいさんと喋っとったんや、マブダチがな、うん、俺と80ぐらいの人と喋っとったら、そのマブダチが帰った後に俺と話しようって言われてかわいい。あ、これやね、持ってるやつ。あ、そうだね。やっぱアウトドア系というか、その登山系がすごい多いよね、うん、こんなご飯とかさ、これ持ってくるわけよ、乳麺。あ、いいじゃん。あ、それさ、持っていけんじゃない。で、これお湯でとかしてあげたらまた入れる、うん、しかも国産の具使ってる。最高じゃん。こんなの後で見てみる、うん、でマムートだけちょっと何か買う。うん、マムート見てみようよ。っていうかキャンプすらしてないからね。そうだよ、しようよ。ほんまにしたいの。うん、冬だからしたいよ。ほんまにやな。うん、だって夏は虫いたけどさ、冬はもう虫いないじゃん。でこれさっき来たやつは何か見ようよ。あ、これはレインジャケットやった。うん、だから、ね、そういうマサオとかケントとかじゃなかった。じゃなかった。これもそう、そしたらこれはやこだあやこ出てきた。あやこさん出てきた、うん、見てこれ、この2行目が。本当だ、あやこプロって書いてるよ。本当だ、あやこ風味出会えたね。それから来てみようか。うん、あやこさんまとってみよう。三角関係だね、あやこ、ケント、はやおだっけ。マサオライトやろ。マサオだ。マウンテンライトや。裏地があるわ。見てみましょう、裏地の部分。これメッシュになってる。メッシュの裏地がついてる。あ、本当だね。1枚だけじゃなくて、うんうん、裏地がついてる。あ、ここにゴアって入ってる、うん、あ、ベンチレーションもついてるわ。最高じゃん。あやこ、あやこいいじゃん。色は他なんかあるのかな。あやこさん、でもそのネイビーも変じゃないよ。ん、ネイビー。あやこさん、よかったよ。あ、ほんま、うん、似合ってた。今のサイズ、L サイズやけど、L でよかったね。うん、L でいいよ。あやこさん見つけた。コンベタワー。誰だコンベさんは。知らんね。これマーモットになってた。ああ、マムートやらマーモットやら。でもな、あやこも悪ないんやけど、うん、あやこ上だけで1着5万円、うん、5万。でもこっちは上下で5万円。あ、で俺さっき言ってたみたいにこっちの方がいい感じがすんのよ。ああ、刺繍っぽいしね。そうで、あやこと比べてみると、うん、あやこはこういうプリントやったりするけど、ね、こっちの方が高いのよ。うん、でもその機能がいいんじゃないの。まあ、ベンチレーションがついてたりだとか、うん、これは3層やから裏地がないのよ、うん、しかもそれはさ、レイン用でしょ。そうそんななんじゃない。蒸れるんじゃない。ゴアテックスで蒸れへんじゃん。ゴアはそういうためのタグやってる。ゴアテックス博士の嫁なんで、ゴア知らんのかよ博士だったな。そうですよちょっとキモ。俺だってサインかなんかにゴアテックスに一回サインしたことあるよ。ゴアテックスのタグに。これ必要なのが持ってきたよ。もう多分今捨てられてるよ、ゴミを。なんだっけこのタグっぽいって。なんか誰かサインしたやし。
ほんまにクライムライトみたいな感じなんやな、うん、ドレスで言うたら、うん、薄めでカバンとかにビールとけるし、うん、みたいな。でちょっと雨降ってきてもいけるし、後ろにこう、うん、マムートって入ってあるやん。かわいいんじゃない。黒に染まるとかわいいね、うん、かわいい。黒に赤ってやっぱ上品やからね、うん、これでも多分まず値上がりするんで物価上がるから、海外のやつだから今のうちに買わなくっちゃ絶対値段上がるよ。じゃあ最後なんか決めみる。特に欲しいのはない。これかわいい、なんかシンプルで素材もなんかかわいい。これかわいいやん。なんかこれが私好きじゃない。ウルトラマンみたいけど、アフジック、うん、嫌い。まあ人それぞれ好みあるからね。裏返し見て、どんな。あ、シンプルやね。シンプル、かわいい。あとさ、レディースの方もあったら見に見る見る。え、これめっちゃシンプルでかわいい。もう T シャツたくさんあるもんな。これもかわいい。マンモス。マンモスはさ、こうずらっと全部 見たけどさ、うん、黒に赤が一番かっこいいな。あ、かっこいい。私山登りしないもんな。この帽子もかわいいじゃん。まあ似合ってるけどね。かわいい。かわいい。なんか平のゼロスタイルじゃないな。うん、これいいね。おしゃれ、おしゃれ帽子なの。うん、かわいい。じゃあ一旦これでいきましょうか。はい。まあ、ノースフェイスの初の新作も買えたし、うん、あ、そうなんだ。あれ新作やな。で、ロンティーもバーモントのやつ、うん、ジムで俺買えたし、うん、まあ軽くシュラフとか写して最後会議しようか。そうだよ、ここせっかく登山のとこだもん。皆さん見てください、これが登山でございます。大雑把。登山ですね。はい、登山。登山ですね。登山ですね。登山ですね。テントですね。そして魚ですね、これは。あ、魚。これ魚です。この今の時期ですね。そうです、サンマですね、これ。じゃあ、これ、これサバじゃない。これサバですよね。コーデュラのね、うん、こんなね、寝袋もあるみたいよ。へぇ。寝袋ってゴアテックスだっけ。何なんですか。分からん、なんでもいいけど。オーロラテックスってやつがあったりするけど。防水の、ね、寝袋って少ないのよ。うん、だから何がぐらいちゃうかな。あとはもう防水はね、ほんでまあ本でも読んでね、知見を広めて、山とか奈良の山とかさ、はい、うちのじいちゃんちは熊のこと近くなんでね、はい、またよければね、行ってみてください。よし、会議しよう。どういうこと。オーダーって何月、いつまでやったんですか、予約は。今のところ多分なくなるまでだから、あ、期限聞けないです。あ、なるほど。あ、じゃあホームページとかインスタグラムで貼らせてもらって、興味ある人はそこ見てもらって、もしかしたらないかもしれんって感じですね。それでお願いします。はい、すいません、じゃあ会計お願いします。はい、ということでね、買い物させていただきました、ありがとうございます。ということで店長さんとも喋ってて、店長さんもおっしゃるには、どうやらやっぱマムートとかマーモットとかが結構多くて、それこそ900メルパーのダウンとかが入ってきたりとかしてるらしくて、一時なんか1000ぐらいのやつも入ったことあるって言ってたんで、あのダウンもダウンでまた楽しみやなと思いますし、ちょっとまたね、これそうやったら年内もう一回来れたらいいなと思ってるので、それはちょっと広報の人と話していきたいなと思います。それが、はい、まあ、今回はね、楽しかったなということで、ありがとうございました。ありがとうございます。では、また別の買い物行きたいなと思いますので、さようなら。チキンの方はレアになっております。お好みはチキンでお召し上がりください。ありがとうございます。うわ、肉々しいね。100%牛。